一発目からバチク即せの強い引きを当てましたよ。これは皆様も愛してやまないマインドフライヤーとかいうダンジョンよりも宇宙が似合う、ドラゴンよりもタコが似合うミニフィルでございます。およそ話が通じるとは思えない面構えですが、トルソーの模様が素晴らしく、また一部のイカれたレゴファンの間で人気がある。秒速歩行の脳みそ目当てで値段が上がっているとかそうでないとか言われております。秒速歩行の脳みそには当然目や口はなく、どうやって生きているのかと疑問に思いますが、それよりもこいつの裏側を見てください。明らかに通常のミニフィルの頭にかぶせることができるであろう造形をしております。これは最後にでも試さないといけませんね。ということで買ってきました。ミニフィギュアシリーズドラゴン&ダンジョンズ。ダンジョンズ&ドラゴンズですわ。わかればどっちでもいいですよ。全部で12種類の可愛いミニフィルが入っておりまして、お城シリーズやファンタジーな世界観にバチクソ似合うんですね。今回は20個買ってきましたよ。お店でも売り切れ続出みたいですね。それではレッツ開けまくれ。2発目に出ましたのはストラード・ホンダロビッチというキャラクター。裏面にも顔がプリントされており、好きな表情にすることができます。レゴやっている立場の目線から言いますと、コウモリ男爵感がすごいんですよね。アイテムには貴族のたしなみであるワイングラスと中二心をくすぐる剣なんかが入っておりまして、お城シリーズ好きにはたまらない。目が赤い小汚い黒色ネズミも入っており、丸々しております。トルソーとレックはこんな感じでして、レックはお城シリーズのミニフィルとかに使えますね。レックは癖強いですがかっこいい。裏側もお見せいたしますと、恒例の布のマントを外しますとこんな感じで、マントをなくしてもマントがプリントされているという親切設計なんですかね。私個人的にはトルソーの背面にマントがプリントされるのは好きじゃないんですけどね。トルソーの色がワインレッドじゃなくて赤色でしたら、ライオンナイトフィーにも似合ったんですけどね。地味にロン毛のヘアパーツは中性キャラのレパートリーが増えますので、そこは嬉しいところですわね。普通の赤色トルソーならこいつの出番だ。3つ目はラスタム。こいつはなかなか人気がありまして、私も一体は絶対欲しかったキャラです。こいつの進化は赤色の骸骨ヘッドパーツに全振りされていると言っても過言ではありません。赤色の骸骨が人気なのです。なんかそれはそれで悲しいですわね。ぜひともライオンナイト軍に使ってほしいトルソーですね。いや、どう考えてもモンスター側だから。後ろ側をお見せいたします。先ほどのコウモリ男爵よろしく。こいつにも布製のマントがついておりまして、レビューする立場としては無駄に面倒。ラスタムの後頭部にもしっかりとおしゃれなプリントが無駄に施されております。魔王軍とかを作りたい人にはきっと役立つのではなかろう。ラスタム、ちなみに赤色の骸骨は思っていたよりは感動はなかったです。アイテムの一つとしては良いとは思います。次へ行きましょう。あちゃ、赤ぶりましたね。タコ型野郎の再来ですか。トルソーのプリントとかは凡庸性が高い気もしなくはないんですが、いかんせんこいつは癖が強すぎるんですよね。アイテムも四足歩行の脳みそと回遊至極意味のわからん生き物が相棒についてきますからね。動画冒頭で言っていましたが、脳みそはミニフィルに被らせることができます。私も無駄にこんなことをして遊ぶぐらいしかできません。続いて出てきましたのはエルフバード。トルソーのハンドパーツを差し替えすればなかなか凡庸性高めではある気がいたします。レックが貧乏臭いタイプのもので、金持ち系トルソーと貧乏系レックが一気に手に入るわがままセット。マゼンタ色と回遊障害知らなくても困らないであろう色のマフラーパーツも入っており、またマゼンタ色のハンドパーツは地味にレアだったりします。こいつは女性キャラクターバージョンにも差し替えが可能で、男女好きなキャラクターを作ることができます。かぶったとしても相棒を作れる仕様なのは嬉しいですね。おそらくですがゲームで性別とか選べる仕様で、その再現なのかもしれませんね。カツラと耳が一体型ですので、肌色ヘッドパーツにしか使いにくいヘアパーツですが、癖が強いのはこいつに始まった話ではないため、今となってはみじんも気になりません。ビュートとカトラスがアイテムとして付属しています。アイテムは無難、ミニフィルは癖が強い、それがエルフバードなのです。続いてはレディーオブペイン。まあ運なんだろ、兜パーツぐらいしか興味ないって言ったら怒られるかな。参ったね。これ人気が出そうな気はしなくもないけど、個人的には他のミニフィルが出てくれる方がいいかなみたいな。何に使ったらいいのかさっぱりわからん。スカートを他のレッグパーツに差し替えようにも、トルソーと似合う組み合わせが無駄にバチクソ難しそうですね。ヘッドパーツ自体はよくある黒色のものですし、仮面だけ欲しいやつですね。まあ占い師のお店に一つのアイテムとして赤色の骸骨と一緒に飾ったりする使い方ぐらいしか私は思い浮かびません。続きましては結構人気が高いティーフリングソーサラ。恒例のごとく裏側にも顔が描かれておりますので、好きな表情に差し替えが可能です。ヘッドパーツとかツラパーツの色の癖が強いため、組み替えは難易度がこれまた高いやつでございます。尻尾もしっかりついておりまして、この尻尾をレッグパーツとトルソーパーツの間に挟む都合、へそ出しファッションにも見えて、女性キャラには偶然にも似合う良いミニフィルですね。しかしおっさんに組み替えするとたちまちキモくも見えなくないため、個人的には女性キャラとして組むことを推奨。スカイマの赤色のドラゴンも付属、これは子供に人気が高そうですね。一つは引き当てたいやつですね。ドラゴンが可愛すぎて辛い。続きましてはリスウォーロック。女性バージョンから紹介していきます。
こいつは癖が強いミニフィグが多い中でも実は凡庸性が高いんですよね。髪型こそエルフの飛んだリコーンよろしくな三角の耳がついておりますが、肌の色が黄色ベースなのはすごくありがたいですね。男性バージョンのヘッドパーツも入っておりますので好きな方に組み替えができます。かぶって2体になっても困らないシリーズです。裏側はこんな感じです。もちろんこいつにも恒例のごとくアイテムがついておりまして、付属アイテムを見ていきますと、アイテムは癖が強く注目を浴びたのはやはりこの目玉の杖ですね。魔王軍に使えますシリーズよろしくなアイテムが多く集まってくるわけですが、武器アイテムなんかは無難な造形のため、お城シリーズの世界を広げているレゴ好きさんは今回ボックス購入しておく方が絶対に良いです。パッと見た感じでは盗賊なんかのキャラを作るのに使い勝手が良さそうですね。個人的にはダガーみたいな武器が好きです。続きましては私も複数狙っておりますハーフリングドルイド。こいつはなんといってもそのトルソーに人気があります。鹿の被り物ももちろんポイント高いですが、このキャラクターはそのまんま次世代か別勢力の森の人として使えたりするんですよね。足は短いですが通常の長さのレッグパーツを用意すれば簡単に組み替えできてしまうのはありがたい。裏側はこんな感じです。もう本当にそのまんま森の人ですね。こいつは複数入手を狙います。そしてこのキャラクターも女性キャラクターヘッドパーツが入っているため好きな方に組み替えできます。私なんかは手持ちにある昔のヘッドパーツに差し替えしますけどね。アイテムの紹介です。アイテムはわけのわからん草の棒みたいなものと小鳥が入っております。草の棒は単純にパーツ取りに嬉しいですね。作りは至ってシンプルな構成となっており、こいつが複数被ると草が大量に手に入ります。無駄に SNS なんかで可愛いとか騒がれている小鳥です。こいつはどれだけあっても困ることはないので嬉しいアイテムの類ですね。シリーズに関係なく作品のオブジェとして役立ちます。小鳥が可愛すぎて辛い。生き物パーツはいくつあってもいいですわね。この調子でどんどん行きましょう。私のもう一つの狙いで、あっとここで余計な被りを引き当ててしまいました。うーん、こいつか。こいつは一つあればもう十分なんですけどね。メンブリ行った時にカンキチンさんに押し付けて魔女王ターシャと交換することにしよう。押し付けられるカンキチンさんの顔を想像したら草。ところでこの子もアイテム持っていたんですね。今更ながら原作全く知らないんですが、怖い話に出てきそうな開けたらいけない系のような箱ですかね。続いては来ましたね、狙い通り。こいつはいくつあっても嬉しいです。嬉しいですが魔女王ターシャを引き当てられるかだんだん不安になってきましたよ。次に引き当てたのもこいつですからね。かぶっちゃいましたね。別にいいけど、できたらそろそろ魔女王ターシャをお願いしたいところです。赤色のドラゴンが2体になったのでまあよしとします。またもかぶりましたわ。うん、この違う。トルソーは凡庸性高いんですがさすがに2つはいらない。こいつにはカトラスが2つ付属しているのでカトラスが増えるのは嬉しいですが、魔女王ターシャをお前じゃない、お前じゃないってマジで。どうみそをここで3つも引き当てるとはたまげたな。でもカンキチンさんがこいつ欲しがっていたから結果的には良かったですけどね。そろそろ魔女王ターシャ出さないとやばいね。お次に引き当てたのは、うん、この違う。こいつは一体あればよい。こういう系のミニフィルって複数体はいらないんですよね。本当もう2体までが私の許容範囲。アイテムのワイングラスも別にどこにでもあるやつですからね。ネズミは悪くはないけど、ドラゴンや小鳥の方が嬉しいですし、そろそろ真面目に引き当てましょうかね。ここでまたもやこいつか。なんでやねん。こいつはマントがすぐボロボロなりそうで保管も面倒なやつ。仮面ぐらいしか本当にって仮面が抜けない抜けないってやばいですよ。こいつは仮面がゴム素材なのでミニフィルヘッドパーツにしっかりと密着しすぎて取れなくなってやがる。こいつ完全に地雷じゃねえか。おいおい、マジでやばいよこれは。どうすんのこれ。せっかくだから仮面を自分のシルフィルにつけようと思ったらこの大惨事ですよ。これ本当に生の声聞かせられないぐらいに焦っておりますからね。とりあえず動画進めますが、あいつ完全地雷です。お次はまたもや被りましたが、こいつに関しましては5体でも10体でも面倒見ますよ。続いてまたもや持っているやつですね。紹介し忘れておりましたが、なんかようわからんビリビリ光線みたいなものも付属しておりましたね。そういえばこの後残り2体のうち、私のお目当てである魔女ターシャを祈るモルネサンスなヴァンパイアが出て撃沈。世の中甘くないぜ。ということで本日のレゴ好き集合はここまで。20個大人買いしても揃わないものですね。全種類欲しい場合はうだうだ言わずにボックスで買うようにしましょうね。最近動画投稿が遅れ気味で申し訳ございません。それでは次回の動画まで。ハブアナイスレゴ。